イタリアンレストランとか、あと、thank you.
ですよ、休日に7時に起きるじゃないですか。それでご飯を食べて、いつもあの日課で、私あの横須賀ののびっていうところに住んでるんですけど、のび海岸をこう歩くっていうのが日課なんですね。で8時からこう歩き出そうと思って歩いてたんですけれども、まだ寝足りなくって、それで伸び海岸って人がすごく少ないんですね。なのでちょっと寝ちゃおうと思って、そこの浜辺で寝てしまったら、今度もう11時になっていて、時間が3時間寝てたんですね。で家帰って、もうすぐバラエティショーが始まるということで、お母さんのところを見て、でまたご機嫌ようが始まってくると、またなんか眠くなってしまって、じゃあまた夕方まで今日は寝ちゃおうかっていう風に寝ちゃってっていうような幸せな日を過ごしたことがあるんですけれども、皆さんはどうでしょうか。だからそういうのって、私そういう日っていいなって思うんです。こういう感じですで、そんな時にぴったりな曲があるんですけれども、ちょっと古くて、ご中年の方は好きかもしれないんですけれども、ちょっとお休み、布施明さんの曲をちょっと聴いてください。
ちょっとこれもとっても眠りにはぴったりな曲なので、ちょっと聴いてください。Thank you.